いう内容とか表現っていうのを過激にすると、はい、YouTube の講座でしょうね。本文なんて読まなくていいとか、選択肢だけで解けるとか。僕がどっちかというと問題かなって思うのは、そうで始まりました、無敵チャンネルです。さあ、今回はですね、教育系 YouTuber の高意見版やってまいりました。やってきたぞ。はい、翔さんです。そんなキャラでしたっけ？いや、最近なんか攻めてるって聞いたんですけど、ね。いや、たまたまなんですよね。攻めてるのは、はい。いろいろニュースを切るっていうね。ああ、そうですね。やってますからね。はい、なんかニュースが被るっていうのもね、翔ちゃん。いや、それ本当そうで、いやでも昔からちょこちょこ被ってましたもんね。そうですね。はい。それはしょうがない。もう別にパクれもクソもない。同じヤフーニュース見てますから。同じもの見てるからしょうがない、はい。同じツイッターのタイムライン見てますから。しゃあないですね。どうなんですか、教育系 YouTuber。 これ言います、 YouTube だってものすごい増えてるじゃないですか。増えましたね。まあもちろんね、芸能人たちがいっぱい入ってくるとかで、はい、既存のね YouTuber たちがもうやばいやばい、オワコンオワコンとかになってるのが、まあ、僕あんまりそのいわゆる YouTuber みたいな人の動画そんな見ないんですけど、はい、まあ教育系 YouTuber、まあ、特にその中でも大学受験とか、はい、そういうところの受験系の YouTuber、 競技の教育系 YouTuber ですね、はいはい、はまあ結構ずっと昔から見てるんですけど、昔はでもやっぱり出すことがもう価値みたいな、うんうんうん、あって、例えば、まあ、すごい別に失礼な話かもしれないですけど、武田塾さんとかも本当10年近く前から出されてて、はい、あの林社長とよくわかんない大仏みたいな仮面が出てきて、はいはいはい、参考書のこと言って、うん、でもあれを全国の人が見ることができたということがもう価値だった、うん、だですけど、やっぱり、まあ、まあうちもそうですけど、いろんな人がやっぱりこう同じようなことをやるので、やっぱりなんかただこう参考書を紹介したりするだけではやっぱ価値がないくなると、うんうん、でそうすると次に何にすがるかっていうと、まあ、学歴にすがるわけですね。僕もそうですけど、自分の大学の学歴とか卒業者大学の学歴を使って再生回数を取っていくと、うん、でさらに次の段階に来てると思っていて、言う内容とか表現っていうのを過激にするということになってきてんじゃないかなと僕は思ってますね。分かってと、トマホークって言いました今。いや言ってないでしょ。いやどういう意味してるどういう意味してるんですかね。大丈夫ですか、予備校の先生が。どういう意味してるんですか。本当にね、早稲田って冠がついたり、慶応って冠がついたり、東大って冠がついて、 YouTuber がめちゃめちゃ増えましたね。多いですね、まあ、別にまあね、嘘をついてないんだったらいいとは思うんですし、はいはい、でも若手さんとかトムホークさんは、まあ、僕は別に受験系 YouTuber と思ってない。ああまあまあ、ね、はい、別にね、そこでなんか勉強法を教えてやろうとか、うんうん、なんかそういうことをやろうとしてるチャンネルじゃないので、はいはい、最初からまあああいうのがエンタメとしてやってるんで、うん、まあそれはそれで、まあもちろん好きな人もいるだろうし嫌いな人もいるだろうけど、まあそれでいいんじゃないと、うんうん、どうせ本人たちだってそれは理解してやってるんで、そうですね、だ僕がどっちかというと問題かなって思うのは、どちらかというと勉強の仕方とか、うん、そういったものを比較的真面目に伝えようとしてるチャンネルで、やっぱり間違っちゃってたことを言ったりとか、あなただからできたけど他の人はできないんじゃないっていうことを、まあ僕はこうしましたけど皆さん次第ですよじゃなくて、これはやって当然みたいな言い方をしてしまうこととか、まあそれはやっぱりこう特に情報がない高校生ほどやっぱ信じやすいことなので、まあ少し注意をしなきゃなとは思いますね。なるほど、はい、それまあ具体的な名前は別にないですもんね。はい、具体的な名前はないです、はい、またコメントに。またさ、だからさ、いや僕だから本当にあの動画を出して、はい、別に人のせいにする気はないですよ、はいはい、出してるんだから全部が僕の責任なんですけど、うんうん、まあ、そのインターンの子がやりたいということで、はいはい、あいいよというふうにやって、で僕はその別に自分で調べてないので、はいはい、その彼が言っている事象が誰を指しているのか本当に一人もわからないまま撮ったんですけど、はい、多分視聴者の皆さんからすると、あこれはこの人のこと言ってるんだってことが多分明確に分かってしまったよう で、ね、はい、コメント欄に、まあ、YouTuber さんの名前が並んで、で特に何人かの YouTuber さんのところに視聴者が行って、キャストダイス TV から来ましたみたいな、ガガガガって書くみたいな。これこれじゃないですか。だからそれは別に全く望んでないということと、はい、だ僕が言いたかったし、実際動画でも言ってるんですけど、別にそのこの人がダメとかあの人がいいとかじゃなくて、いろんな人の意見を聞いて自分がいいなと思ったものをやってみるとか、でやってみてダメなら変えてみるとかっていうのをもう早く決めてしっかり勉強に臨むのが大事ですよと、うん、いつまでも右に左にされてたりとか、一人の人の話を鵜呑みにして盲信するのはダメですよって言ったんですけど、はい、まあ、多分日本語は通じてなくて、残念ながら僕が表現が拙いのでそういう風になっちゃしまったと。まああと飛び飛びで見てますからね、 YouTube のね。まあそうかもしれないですし、僕のところもいやいやいや言ってるしっていうコメントいっぱい来るじゃないですか。ありますね。いや動画内で喋ってるしみたいなのに。確かに、あのめちゃめちゃ来る。動画で面白かったのは、昔の企画を募集しますみたいな、はいはいはい、サブチャンになったか忘れましたけど、はいはい、その時にこれとかは無理ですけどねって言ってるのがなんか 2,3 個確かあって、それをバババババッと書いちゃって、いや聞いてから書けよみたいな、見ながらそれを本当いっぱいありますね。
結構やっぱり途中までしか見ないっていうのもそうだし、まあ途中でコメントするっていうのもそうだし、飛び飛びで見てるからそういう風に言いたいところがね伝わんないとかっていう風になって、はい、かなり、まあ、僕もね叩かれたこと多いんで、うん、そうですね。あの動画でまあもし迷惑かけてしまった人がいるなら申し訳ないなって正直思いますけど、ただまあある種視聴者って僕は正直だと思う。で、はいはいはい、やっぱりその僕もなんか言われることがあるなら何かしら原因はあると思うんですね、うんうんうん、あの火のないところに決め立たないじゃないですけど、はいはいはい、なので視聴者の人から批判されるということは何か変えるべきことが僕にもあるだろうし、うん、あの他のチャンネルの方にももしかしたらあるのかもしれないなとは思います。なるほど。ただ僕その知らなかったんで、はいはい、このチャンネルとはこうとかっていうのを全く認識しないままちょっとやってたらまずかったみたいなですね。あ、そうね、はい、大丈夫ですか。冷蔵庫に鉄壁入れるなとか喋ったんですか。冷蔵庫に鉄壁入れるな、何のネタか全く分かんないです。あ、ザビエルザビエルさん。あ、それ全然知らなかった。そう、知らない。そうなんです、あんまりその細かくは見てないんで、はいはい、そうあんまり ネタは分かんなかったです。どうですか、これからどうなっていくと思いますか、この教育系。多分ですね、正直でも教育系って結構厳しいジャンルじゃないですか、はい、受験生せいぜい1年間に50万人ちょっとしかいない世界なので、うん、それこそ一番早いのが多分武田塾さんなのか分かんないですけど、はいはい、でも10万人いないぐらいじゃないですか、うん、で森田先生も10万人ちょっとで、うん、じゃあ100万人にポンといくかっていうと結構多分、あ、ないね、まあ、失礼な言い方ですけど厳しいじゃないですか、ね、ってなるとそもそも天井がこうある程度、まあ、ある中で、もちろんハイジさんとか予備の匠さんとかすごい方々はいるんだけど、やっぱりあそこに到達する人がポン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 出てくるジャンルではないと思うんですよ。そうですね、ってなった時に一番怖いのはよくわからんうぞうむぞうが大量に発生するみたいな、だから登録者 2,3 千人ぐらいから 2,3 万人なんだったら 5,6 万人ぐらいの人たちが大量になんか生産されて、はい、わけわかんなくなるみたいな感じがちょっとまあ懸念ですかね、うん、あと稼げると勘違いしやすいっていうのがありますね。そうですね、あとやっぱり YouTuber ってやっぱ自分の強みを生かさないといけないじゃないですか、うん、だからそれこそ森田先生も英語をこう教えることがすごいやってきましたけど、まあ、ただ自分は予備校講師だからとかだけではやっぱ無理じゃないですか。そうそうです、ね、実際に動画の中でなんか見せていかなきゃいけないので、うん、ですけどやっぱ大学生とかからするととりあえず東大やし、とりあえず早稲田やし、とりあえず医学部だしで見てもらえるし、しかも最初は、ね、医学部以外は関西弁でしたけど、たまたまです、はい、っていう感じだと思いますね。そうですね。それでまあちょこっとお金入っちゃうとね、いわゆる生活とかはできないですけど、アルバイトからしたらいいじゃんみたいになっちゃってね、うんうん、確かになっちゃう人も結構いるとは思うんですよね、はい、YouTube の功罪でしょうねそれは、うん、であとはやっぱりちょっと怖いなって思うのはやっぱりその過激になっていく人もいると思うんですよ、はい、それこそさっき出していただいたチャンネルさんみたいにもう最初からもエンタメですだったら、うん、まあ、僕はいいと思うんですけど、まあ、なんか中途半端な多分人たちが出てくるとそれこそあの昔の予備校業界みたいな、あーなるほどね、はい、なんかその例えば戦いが起こる、戦いもそうですし足の引っ張り合いとかもそうですし、です、ね、あとはその過激な勉強法ということで、あ、はいはいはい、本文なんて読まなくていいとか、はいはいはい、選択肢だけで解けるとか、まあさすがにそれを今言う人いなくても、まあ、そういうようなちょっと過激なやり方とかっていうのがこう出てきて、でもちろんメインストリームにはならなくてもそこに多分一定数の視聴者がついて、一応教育ジャンルなんで彼らの人生がもしかしたらちょっと狂わされてしまうかもしれないと思うと、うん、そうですね、ちょっと心苦しいですね僕は。まあそれはあると思います。なんかもうやっぱ再生数が一番みたいになっちゃうとそういうのね、うん、まあ、飛びつきやすいもん。いや本当ですね、なんか昔の予備校になっちゃうみたいなのはそうです。だからちょっと懸念材料ですね。本当はみんなが自由にカメラとスマホで、ね、うん、パソコンで動画出せて、もう、まあ、言い方悪いですけど世の中にないものをどんどん出せるというはずの YouTube という仕組みがなぜかこう昔の予備校の足の引っ張り合いと適当なこと言い合うみたいなことに なっちゃうっていう可能性はすごい怖いですね。それは怖いですね、確かに。こういうのがまああるかもしれないとですね。2021年小場所は予想する。まあ2021、まあ、1,2 年でまあそうなる可能性はあるんじゃないですかね。なるほど。新しいプラットフォームとか出てきそうですかね、 YouTube 以外ですか。 YouTube 以外のなんか教育に関しては、いや、まあ、いいんじゃないですか。プラットフォームはどういうのがね、はい、今後出てくるのか分かんない。なんかもしあるとすればそれこそ今後、まあ、もうありますけどそういうものが、はい、本当スマホ1個でちょっと空き時間に誰かに教えてもらえるような、うん、はい、なんかサービスとか、うんうん、そういったものを使ってよりこう勉強をはかどらせるみたいなのは多分考えてる、うんうん、塾とか会社の方多いと思うんですけど、まあ、YouTube ほど便利なものはまず無理じゃないですか。 あとはまあスタディサプリさんがどこまで
進化するかですよね。まあ、今後また多分仕掛けていくと思うんで、いやどうなっていくんですかね、この本当に教育系。果たしてやっぱエンタメが強いっていうのがあるんですよね。エンタメ強いですね。いや、なんだかんだエンタメ強いですね。勝てないっていうのがあるんで、そのエンタメ要素を入れてくっていうのもね、はい、エンタメと女子ですね。ああそうですね。エンタメと女子です。勝てないですね。はい、なんかたまたまなんですけど、僕知り合いの知り合いみたいな、はい、まあ、全く僕は話したないんですけど、なんか女性の YouTube 始めて、うん、場所さんもアドバイスしちゃいてくださいよみたいなこと言われて、まあ、あってはないんですけど、うん、まあ、じゃあこんな風に頑張ったみたいなことちょっと偉そうに言ったんですよ、はいはい、まあ、本人に伝わったかどうか分かんないんですけど、はいはい、なんか始まって一応ちょっと見たんですけど、はい、スパーンって抜かれてもう悲しくなって、あのアドバイス言ったかどうかの確認ももう聞きたくない、怖くて。なるほど、そんな人もいたってことですね、はい、まあ、もちろん本人の才能もあったと思うんですけど、いやそう、じゃあどうなっていくのか、はい、ね、今回は炎上した小場所さんにおいでしてないんだわ。自分でしょ。ぜひね、キャストダイス見てみてください。はい、はい、見てみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。